今日は11月9日、もみの木森林公園に来てます。もみの木森林公園から登る山、小室井山だったかな、に今日は登りたいと思います。ここは多分、そんなに、標高差がある山じゃないと思うんで、スカッと登って、今日の目的は、ここのもみの木森林公園の、ロッジの中にある、レストランの、アワビ茸のかき揚げ丼を食べたいと思います。今日もエレミさんは美しい。OK。このロッジの裏から時計回りに、上がりましょう。もみの木荘前。ここで、標高が895メートルです。しばらくはこんな舗装された道を歩くみたいですね。今日は、バイクで走ってくる道中も、すごいもう紅葉が綺麗でしたね。今、歩いてるところは 言う割にはっていう感じですけど、今からいい動画が撮れるといいですね。ここからは歩道になるんですかね。自転車も車も入ってはいけないみたいです。小さな鳥がたくさんいるんですけどね。双眼鏡を持ってくればよかった。はい、もみの木荘から18分。山っぷの赤い登山道と合流しました。これを上に行くのかな、じゃあ。ここを上がって上に行くっぽいですね。今日はちょっと雲が多いな。山っぷの登山道と合流しても、ずっとこんな舗装された道ですね。もみの木はもうちょっと紅葉は遅かったのかな。ちょっと枯れた感じが多い。ススキは綺麗ですね。雲が抜けてくれたらいいんですけどね。あ、はい。もみの木荘から22分、小室山の標識がありました。これを、じゃあ右ですね。これが山道に入るのかな？あ、こっからちょっとらしくなりそうですね。ここから山道。はい、千葉が秋ですね。広くて歩きやすいです。ちょっともう色が霞んじゃってますね。
もみの木荘から35分。樹林帯を抜けて、ちょっと登山道の様子が変わった感じになってきましたよ。すすきの道になるのかな。ちょっと遅かったみたいですね。紅葉はちょっと色あせて、で今日はちょっと雲が多いんで光がささないんで、ちょっといい画像にはならないですね。ごめんなさい。こんなのも光が差してるといい絵になりそうなのにな。体が温まってきたので、グローブと上着を脱いで、涼しくなった。今日は食事はもみの木荘のレストランの方で取ろうと思うので、今日のリュックは過去一軽くて、中がスカスカだったんですけど、上のジャンパーを脱いでやっとふっくらとしました。今はヤマップの地図を確認すると、山頂もそんな遠くなく、登山道もほぼほぼなだらかで、ハイキングコースですね。あ、ちょうど分岐に、登山開始から、45分。この分岐は、ちょうどここにあるけど隠れてるかな？あ、ありましたね。隠れて小室山って書いてあるんで、これは左ですね。あ、やっとちょっと傾斜が出てきたような気がしますね。こっから少し登るんかな。今まではほとんど今トレッキングポールを私はいつも使うんですけど、今回はずっと脇に刺したまま、全然使わずとも上がれる感じで、楽うん、トレッキングコースですね。ハイキング気分な感じで登れる山みたい。もみの木荘から51分、分岐ですね。今は振り返ってる方向ですけど、逆、来た方向、右が来た方向で、左に行くと公園センターに帰れるルートみたいです。今日はこのまま小室山を回って下山するので、こっち側には戻らない予定。もう今年は曇り男ですね。山に来るたびなんかこう晴れ間も見える曇り空っていう動画が続きますね。曇り男、なんか仮面ライダーのショッカーに出てきそうですけど、登山道はずっとこんな砂利道の上に落ち葉が積もってふかふかになってる感じみたいですね。土道の登山道って感じではない、ファミリー向けな山ですね。先人の活動日記で見た高いアンテナでも曇ってる。お空だったらね、ちょっと見栄えがいいんだけど。東京五輪記念植樹祭事業というので、何が植えられたんでしょうかね。あ、なんか書いてある。
レンゲツツジが植えられたみたいですね。ツツジ、これが大きくなって育てばいい見どころになるでしょうね。あ、小室山の標識が見えました。ほい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 。遠くの山はかすかに見えるけど、展望はないし天気もいまいち。今日は昼ご飯の日にしてよかった。はい、小室山1072メートル到着。ちょうどあのもみの木層からちょうど1時間ぐらいです。時間もだいたい予定通り、それからそんなやっぱりきつくない山なんで、高崎王冠山に向かってみましょう。お昼のレストランで食べるんで、あの状態によっては高崎王冠山は避けて下ろうと思ったんですけど、これはあのトレーランとかにはいいでしょうね。登山っていう感じではないんで、登山的な感じで行くと物足りないかもしれないですけど、トレーランとかちょっと始めてみたい人でしたら軽く走れるような感じですね。ちょっとここはいい感じ。もみの木層から1時間27分。分岐じゃないのにと思ったんですけど、分岐でしたね。A コース、B コースがあって、これをまっすぐ、この茂みの方に一見入っていくと、高崎王冠。この広い道のままだと、ピクニック広場かな、だったかな。そうそう、ピクニック広場、広い道がピクニック広場。この公園センターっていうこっちのちょっと茂みで分かりにくいとこ行くと高崎王冠みたいです。先ほども標識にあったけど、ここはどうもクロスカントリーのコースみたいですね。吉原なので雪が積もるとスキーを履いてクロスカントリーのレースとかやるんでしょうね。私はスキーをしないので、こんなところを上がったり滑ったりいうのは考えられませんけどね。はい、もみの木層から1時間45分分岐です。これはまっすぐ。やっと日が照ってきましたね。気持ちよくなってきました。はい、もみの木層から1時間56分ずっと下っていくと、どうやらこう道路と合流するところ、それのこの分岐を左に行くと、高崎王冠。
あれはもみの木荘まで帰るんでしたら、この車道を歩いて帰るのかもしれないですね。じゃあこちら行ってみましょう。はい、もみの木荘から2時間3分。急に看板が見えました。はい、高崎大冠山。高崎大冠山かな。これは標高が書いてませんね。じゃあここで少し休憩してみましょう。一応到着後。はい、12時15分、高崎大冠山から、下山開始しました。レストランで、食事に間に合うように。なかなか面白いコースですね。はい、T 字の分岐に来ました。これは左ですね。はい、もみの木荘も見えてきました。あともう少しです。はい、下山しました。正面に見えるのが前回登った吉羽冠山です。到着。